はい、皆様こんにちは、コミュニティビヤギでございます。本日は著名人シリーズ、こちらを配信したいと思います。内容に関しましては、ドラマ東京 MER 走る緊急救命室の演者がつけている腕時計、こちらに迫っていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。著名人が身につけている腕時計が欲しい、皆さんそう思ったことはありませんか？腕周りをよく注目してみると、おしゃれなデザインや豪華で存在感のある時計など、著名人の中には一流の高級時計を身につけている人が多く存在していることがわかります。今回は7月よりスタートした特殊救命救急チームの熱い戦いを描くヒューマン医療ドラマ、東京 MER 走る緊急救命室に出演している役者さんの愛用時計をお届けいたします。ぜひ最後までお楽しみください。まずは各ケントが着用する腕時計、ブライトリングスーパーオーシャンオートマティック42、リファレンス A1736601B1A1 です。最初にご紹介するのは、厚生労働省の若手エリート医系技官の音羽直役を演じる賀来賢人さんです。表向きは技官として東京 MER の評価を行うために MER に加入しますが、その裏では厚生労働大臣からの密命で MER 解体へと暗躍する動きが。そんな音羽直役を演じる賀来賢人さんは、ブライトリングスーパーオーシャンオートマティックを着用しています。視認性と堅牢性を兼ね備えた同モデルは COSC 公認の自動巻きムーブメントブライトリング17を搭載し、逆回転防止ベゼルに大きなアラビア数字とバーインデックスを採用したダイヤルが特徴です。続いて中リーサが着用する腕時計、フランクミュラーロングアイランドプティレリーフリファレンス 8029ZRELSTG です。主人公の北見役を演じる鈴木亮平さんを見つめる中リーサさん、そんな中リーサさんは東京海浜病院の循環器外科医役として、心臓移植の名医であり、北見の元妻、高輪千秋役を演じています。その腕元にはフランクミュラーのレディースモデルロングアイランドプティレリーフを着用しています。通常のロングアイランドとは異なり、最小サイズで可愛らしいモデルですね。続いて佐野隼人が着用する腕時計、ルミノックスリーコンナビ SPC8830 シリーズリファレンス 8831.km です。 MER 臨床工学技師の徳丸元一役を演じる佐野隼人さん、そんな彼の腕元にはルミノックスリーコンシリーズが着用されています。リーコンは偵察を意味し、あらゆる秘密任務にとって理想的なギアというコンセプトで開発されました。リーコンナビ SPC8830 シリーズは、通常のリーコンシリーズの機能に加え、GMT 機能、ベルトにはメジャーとコンパスを搭載したより多彩な機能性を備えたモデルです。劇中緊急特命車やバイクを巧みに操る役柄にぴったりなモデルと言えるでしょう。続いて石田ゆり子が着用する腕時計、カルティエタンクマスト SM リファレンス CRWSTA0042 です。東京都知事で東京 MER の創設者赤塚あずさ役を演じる石田ゆり子さん、劇中でも笑顔がとっても素敵な石田ゆり子さんはカルティエタンクを着用しています。レクタングラーのフォルムに大胆なライン、丸みを帯びたアタッチメントなど、そのモダンなディティールはアールデコ様式の先駆けとなったモデルです。ファッショナブルでエレガントな一本は男女問わず人気を博していますね。物語はここから終わりへと向かいますが、これからオンエアされる第9話の予告編で赤塚都知事が死の病で倒れるシーンが、心配です。続いて鈴木亮平が着用する腕時計、IWC アクアタイマー GST リファレンス IW3536 です。最後にご紹介するのは、本ドラマの主人公北見幸太役であり、ストイックすぎる役作りをする俳優で有名な鈴木亮平さんです。そんな鈴木亮平さんは最新の医療機器とオペ室を搭載した大型車両 ER カーで危険極まりない重大事故災害事件の現場に駆けつけ、負傷者にいち早く救命処置を施す救命救急の MER チーフドクターを演じています。緊急医療の現場は1分1秒を争う時間との勝負ということで、
劇中では常に IWC アクアタイマーを着用しています。なんとその時計は鈴木亮平さんの私物だそうで、衣装合わせの際に自分のコレクションから海外でも医療に従事したという設定の北見に合う時計として、また腕時計はその人の生き方を語るものだからと語り選んでつけているようです。そんなアクアタイマー GST は現在の IWC アクアタイマーの原型とも言えるモデルで、 GST はG ゴールド、 S ステンレス、 T チタンを表しています。芸能界きっての腕時計愛好家である鈴木亮平さんは、今回の役作りには腕時計が重要なアイテムとして考え、そのこだわりは東京 MER の現場でも十分に発揮されていますね。まとめとなりますが、以上いかがでしたでしょうか。厚生労働大臣と東京都知事の対立が描かれるなど、コロナ禍の現実世界を彷彿とさせる妙なリアルさが話題にもなっているドラマですが、今もなお患者のために新型コロナウイルスとの戦いを続ける献身的で勇気ある医療従事者が描かれ、様々な困難に立ち向かう人々へ元気を与える、そんな熱い思いが込められたドラマですね。今回の著名人シリーズはインスタグラムからメッセージをいただき作成しました。リクエストありがとうございました。今回もこの記事がご自身のお気に入りの一本を選ぶ際の一助となれば幸いです。はい、本日の内容はいかがでしたでしょうか。それぞれの役柄に合った素敵な時計でございましたね。ぜひ、この動画を見ていただき、高級時計に興味を持っていただければ幸いでございます。コミット TV では毎日高級時計にまつわる情報を配信しております。チャンネル登録がお済みでない方はぜひ登録をお願いいたします。それから動画の内容がいいと思っていただいた方はいいねボタン、こちらも忘れずによろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。